1年半ぐらい前にもともとそのラフというかレコーディングを一度させていただいてたさよならを君にという楽曲が個人的にすごく好きだったので、どうしてもこれを入れさせてもらいたいっていうふうにお願いさせていただいて、でもともとさよならを君には大輝くんがもうストーリーも考えて歌詞書いてくれていたので、だったら自分もちょっと歌詞に携わらせてもらえたらなということで、大輝くんからその曲の世界観を聞かせてもらって、そこでそのストーリーを崩さないようにその自分の中の引き出しから言葉を少し選ばせてもらって参加させてもらいました。好きになっちゃった時ほど意外にそれが相手にその知られたくないことでも知ってもらっても大丈夫でも、自分って割とその気持ちを隠すことが多いと思うんですよ。だからその好きじゃないふりをするというか、その自分もそういう体験が僕もあったなと思ったので、それを書かせてもらいましたね。大サビ以降のサビですごくちょっと熱いハモリが入ってるんですけど、コーラスが入ってるんですけど、なんか静かなパワーがある曲だと思うので、もうしっかり曲自体を盛り上げられるように、作りました。まあ、ソータとはもうレコーディング2人で、もう10年ぐらい、10年近くやってるので、なんかその点はもう、ああソータ きっとこういうテンションで来るだろうなだとか、多分僕がこういう風に攻めたらソータも、また攻めてくるだろうなとか、もう認識はあうんの呼吸というか、言葉なしにしても、世界観合ってくるので、今までのダイスの中で一番わがままなアルバムになっていると思うので、逆にそれがそのダイスの個性と近いというか、ダイスはなんかバラバラだからこそのそのグループ感っていうのも一つの強みだと思うので、アルバム自体もそういう風になっていると思うので、ぜひ聴いていただいて、そしていろいろな、ジャンルというか楽曲の振り幅も結構大きいと思うので、その中から好きな一曲を選んでいただいて、お気に入りを見つけていただければなと思います。